こんにちは、ヨガジャーニーのかよです。今日は太陽礼拝 B をベーシックに練習した後、バリエーションに展開していく練習を一緒に行っていきたいと思います。この練習の内容はかなりパワフルなポーズも入ってくるので、初心者の方は他の初心者向けのヨガの動画をよく練習してからトライするようにしてみてください。この動画の内容、今日は太陽礼拝 B を3回練習していくんですけれども、まず1回目はベーシックな練習です。シンプルな太陽礼拝 B を一通り行っていきます。で、2回目、3回目はバリエーションを入れていって、で最後、バランスのポーズなどを取り入れながらシャバーサナまでつなげていきたいと思います。では早速始めていきましょう。ではマットの前、タダサナから始めていきましょう。両足を閉じます。足の指広げてマットグリップ、地に足つけて目線正面、顎を軽く引きながら、かかとと頭頂引き離し、肩の力を抜きましょう。では一度鼻から吸って、鼻から吐きます。では始めましょう。1回目、吸って膝を曲げてウッカタサナ、吐いて前屈スタンダサナ、吸って目線を上げてアルダウッタンダサナ、吐いて両手マットをジャッカステップチャトランガダンダサナ、吸ってアップドッグ、胸を広げて吐いてダンダ。左足セットしたら、吸って右足前ビラバドラサナワン、吐いて両手マットをチャトランガダンダサナ、吸って足の交換してアップドッグ、胸開いて、吐いてダンダ。右足セットを吸って、左足前ビラバドラサナワン、吐いて両手マットをチャトランガダンダサナ、吸ってアップドッグ、胸を開いて、吐いてダンダ。ここで呼吸5回、ワン、手のひらしっかり広げましょう。3、肩甲骨は開いて脇の下まで。4、お尻グッと引き上げます。5、両手の間にてジャンプかステップ、アルダウッタナサナ、吐いてウッタナサナ前屈、吸って膝を曲げます、ウッタナサナ、吐いてウッタナサナ。2回目バリエーション入れます。吸って膝を曲げます、ウッタナサナ、吐いて前屈、ウッタナサナ、吸って目線上げてアルダウッタナサナ、吐いてジャンプかステップチャトランガダンダサナ、吸ってアップドッグ、腕をグッとバットして、吐いてダンダ。左足セットを吸って、右足前ビラバドラサナワン。ではここからバリエーション入れていきます。まずビラバドラサナはしっかり作りましょう。後ろ足小指側もしっかり踏んで、吸って右の内から引き上げます。で吐いて肩はすくまないようにしましょう。吸って上に伸び上がって、で吐いて骨盤横に広げて、ビラバドラサナ2にシフトします。右膝は右つま先の方踏んで、肩は力まないように、背骨まっすぐキープしていきましょう。では右手のひら返して、次の吸う呼吸でリバースボリア、で吐いて膝を伸ばしながら、ゆっくり右前にシフトして、三角のポーズ、一度呼吸整えます。吸って左手アップ、吐いて軽く尻尾の方で、左足かかとの方に向けて、肩すくめないようにしましょう。であとのあたりがちゃんと朝がいきます。左手腰、右膝軽く曲げたら、右手指先立てて床に置いておきます。左足半歩前に引き出し、右手を胴体1個分前に移動しましょう。次の吸う呼吸、右手の方に体重移動して、左足上げていきます。足首90度、顎を引いて頭頂かかとつなげていく。ゆっくり骨盤横に広げて、手が離せそうだったら左手アップ、目線正面、あるいは空を見上げて呼吸をしていきます。腰反りすぎないようにね、軸をしっかりキープしましょう。吸って吐きます。OK、ではゆっくり左手腰、そーっと右膝緩めて、左足マットに戻しましょう。右手、右足首まで引き戻したら、左足三角のポーズのポジションを作っていきましょう。吸って右膝伸ばし、吐いて骨盤横に広げて、左手アッパー、トリコナーサナしっかり作りましょう。吸って胸広げ、吐いて左手マット、両手のひらマ
ットに置いて右膝曲げたら右足後ろチャトランバダンダサ。吸って足の胴返してアップドッグ。吐いてダンダサ。右足セットしたら吸って左足前ビラーバドラーサのワン。しっかりこのビラーワン作っていきましょう。吸って右胴から引き上げ。吐いて後ろ足首側も引きます。肩すくめないように左腰グッと引きながら左膝左つま先の方に引き込みます。吸って伸び上がる。吐いて骨盤を今度右に広げてビラバドラスナ2。吸って背骨開き。吐いて左膝左つま先の方に踏み込んでいく。肩力抜かない。リバースウォリアー左手のひらくるっと返して吸って左手胸上センサーに大きく対応して、で吐いて左膝伸ばしていく。左手フォーク通りながら三角のポーズトリコナーサナ。右手目線空吸って胸を広げて、吐いて尻尾の目を右足かかとの方に向けます。肩すくめないように注意しましょう。続いてアルダチャンドラーサナいきます。右手腰左膝曲げたら両手カッパハンズ左足の外側に置きます。そして右足半歩前に移動したら、この左手を胴体1個分前に移動しましょう。次の吸う呼吸で左手の方に体重をかけてゆっくり右足足首90度かかとと頭頂のラインを作りながらゆっくり骨盤を横に広げていきます。そして手が離せそうなら右で目線は横か、いけそうだったら空見上げて、腰がね反らないように注意していきましょう。肩甲骨開いて伸び伸びと吸って吐きます。 OK、 ゆっくり右手腰そーっと左膝曲げながら右足をまず床に下ろします。左手左足首まで引き戻したら右足トリコナーサナの足幅まで戻しましょう。吸って左膝伸ばす。吐いて骨盤横に広げて右手アップ。吸って胸広げて、吐いて右手また両手のひらしっかりまっといて左膝曲げたら後ろ足つま先立ち、で吐きながらチャトランバダンダサ。吸ってアップドッグ胸を広げて、吐いてダンダサ。ここで呼吸5回ワン、ツー、しっかり吐く、スリー、肩すくめないように、フォー、お尻引き上げます。ファイ、吸って両手の間向けジャンプ、ステップ、アルダウタンナサ。吐いて前屈、タンナサ。吸って膝曲げます、タダサナ。吐いて、タダサナ。3回目バリエーションで、吸って膝曲げます、タダサナ。吐いて前屈、タンナサ。吸って目線を上げて、アルダウタンナサ。吐いてジャンプ、ステップ、チャトランバ、ダンダサ。吸ってアップドッグ胸を広げて、吐いてダウン。左足セット、吸って右足前ビラバドラーサナワン。ここからバリエーション入れていきます。吸って右胴から引き上げて、吐いて足踏み込む、右腰引っ張っていきましょう。では吸って胸を空の方に広げて、吐いて両手前に下ろして両手カッパハンズ、右膝90度に曲げて右膝の下に足首くるように、左足つま先立ちに変えたら吸って背骨伸ばし、吐いてツイスト、右手吸って右手空触ろうとして、吐いて右腰後ろに引きます。肩甲骨は開いて肩すくめないように吸って、吐いてゆっくり右手マット。ここから右足の方に体重移動して左足持ち上げます。吸って左足で両手前少し歩ませて、カッパハンズちょうど肩の真下に振るように、後ろ足首90度、そして骨盤はオープンじゃなくてクローズですね。しっかり骨盤床と平行、内もも締めます。ではここから背筋使ってゆっくり背骨を伸ばしていく。で両手前ビラバドラサナ吸い、顎を引く、頭頂と肩の引き離して、で自分の軸を作っていきましょう。吸って吐いてゆっくり両手カッパハンズマットに、では両手右足首のそばまで移動したらゆっくりと後ろ足つま先立ちで下ろしていきます。両手のひらもマット、そして後ろ足しっかり踏ん張ったらゆっくり右足後ろでカンパス。ここからバシシタアサナいきます。
右足のかかと小指のエッジを床に置いて左足上です。吸って左手アップ、吐いて少しお尻締めます。骨盤下からしっかり引き上げるように吸って、吐いてゆっくり手なりが待った。プランクポーズに戻ったら次も半呼吸でチャタランバ、吸ってアップドッグ、吐いてダウン。右足セット、吸って左足前へ、リラバダラーサナ1。ここも一度しっかり作って、吸って右の内から引き上げ。吐いて後ろしっかり引きます。少し反りすぎないように、ちょっと左腰後ろに引きながら、尻尾の骨もね、少し下げるようにしましょう。吸って。はい。で、ゆっくり両手、カバハンズマットの前に置きます。左膝の下に左足首くるように、後ろ足、つま先立ちに変えましょう。吸って背骨伸ばし。はい、で今度は左手アップツイスト、吸って左手空触ろうとして、吐いてこの左腰後ろに引きます。軸がねまっすぐ後ろと前ね一直線伸びるようにしましょう。もう一つ吸って、吐いて左手マットに下ろしたら吸って右足アップ、で両手カップハンドにして肩の真下に来るように、右足首90度つま先マット向きで内もも向かわせて骨盤は横に広げるんじゃなくてクローズです。では背筋使いながらそーっと手を離していく。ゆっくり両手前リラバドラスタス、顎を引きます。目線マット、後ろ足かかとと頭頂、指先をつないでいく。吸って吐きます、OK、ゆっくり両手カーブハンドマットに置いたら指先足首のそばまで引き戻し、そーっとそーっと右足後ろに下ろしましょう。両手のひらマットに下ろしたらゆっくり左足後ろ引いてプランクポーズ、肩の真下に手首いじです。ではここから今度は左足の小指かかとのエッジマットに置きます。この左足の上に右足も持ち上げて、吸って右手アップ、バシスタサナ、吐いて少しお尻締めて、かかと頭頂引き離す、一直線、もう一つ吸って、はい、で両手マットプランクに戻りましょう。吸って、吐いてチャトランバ、吸ってアップドッグ、吐いてダウンドッグ、ここで呼吸5回1、2、最後のダウンドッグですからね3、ここで呼吸しっかり落ち着けます。4、長く吐く、ファイ、吸って両手の間にマッチャンカステップ、アルダウッタナサナ、吐いてウッタナサナセンス、吸って膝曲げます、ウカタサナ、吐いてタダサナ、一度呼吸整えて鼻から吸って口から吐きます。はー、 OK、 じゃあここからバランスポーズ入れていきましょう。足揃えてあげてかかと頭頂引き離していきます。で左手腰に置いて、で右膝を曲げたら右手ピース2本指で右足の親指キャッチしていきます。片足立ちでもかかと頭頂しっかり引き離し、まっすぐ作っていきましょう。次の吸う呼吸でパワーダングしたさな、ゆっくり右足の裏を前へ蹴り出すようにしていきます。で少しね母子球を押し出して、で右肩グッと引くようにして顎を引いていきます。もう一つ吸って吐きます。OK、吸いながらサヒスターサナ、ゆっくりゆっくり横に右足をオープンしていきます。肩力抜いて右足の母子球と右肩で引っ張り合い、軸がずれないように吸って吐きます。 OK、吸いながら右足前に戻したらパルブリッドパーダングしたサナ、ここで左手右足の肩と外側から掴んでいきましょう。で外右手離して右手後ろにツイスト入れていきましょう。目線そーっと後ろまで移動して吸って吐きます。軸ぶれないようにもう一つ吸って、で吐いてゆっくり視線右手前に戻した、ゆっくり右膝を曲げて足を下ろしましょう。一回足踏みします。はい、じゃあ反対足行きましょう。
ファーダーサンダーしっかり作って、かかと頭頂引き離してから、今度は右手腰、左膝を曲げたら、左手ピース2本指で左足の親指キャッチします。軸がずれないように顎を引いて、かかと頭頂しっかり引き伸ばし、真ん中でしっかり自分の中で維持できてから、次の吸う呼吸で左足の裏前蹴り出していきます。ゆっくりで、ここで左足の腰式をぐーっと蹴り出し、その分左肩はぐっと引き込むようにしてあげて、腰長くしていきましょう。吸って吐きます。横にオープン、ゆっくり吸いながら、いけるところまでで構いません。左足横に横に開いていきます。軸ずれないように、顎を軽く引いて、で、同じです。左足腰球と左肩で引っ張り合いっこする。もう一つ吸って、吐きます。OK、ゆっくり吸いながら、左足前に戻したら、今度右手で左足のかかと外側から掴んでいきましょう。で、そーっと左手ほどいて、目線、左手、後ろに回していきましょう。ツイスト、吸って背骨伸ばし、しっかり吐く。鎖骨開いて、呼吸は止めない。OK、吸いながら、ゆっくり目線、左手、前に戻したら、ゆっくり左膝曲げて、足を下ろしましょう。足踏みしていきます。両足ストップしたら、両足揃えて吸って、ウッダーサナチュラポーズ。吐いて、前屈、ウッダーナサナ。吸って、アルダウッダーナサナ。吐いて、膝を曲げたら、ゆっくりお尻をマットに下ろして、で、続いて、最後、バックベンド、ウールドバザヌラーサナ行きましょう。膝を立てて、マットに仰向けになっていきます。ちょうど、足は腰幅です。つま先平行にしてあげましょう。で、膝の下にかかとが来るポジションを探していきます。そして両手のひらがちょうど耳の横、この時に指先ちょっと外向きです。内側に入れると肘が開きやすいので、少し指先外向きにしておいてください。で、かかとと手のひらしっかり踏ん張って、で、全身持ち上げていきます。まずステップ踏んで、そしてかかと踏みながら頭頂を、このままでも、もう少し踏ん張りそうな方はゆっくり手を伸ばしていきます。内もも締めて。そして胸を広げるように少し腹筋入れていきます。で、バリエーションを吸って右足アップ。吐いて下ろします。吸って左足アップ。吐いて下ろします。OK。吸って最後胸をぐーっと広げて。吐いてゆっくり頭。お尻、下ろしていったら両膝抱えて、左右、コロコロコロがってあげましょう。ふぅー。じゃあ、バジャガでストップしたらツイスト。左手で両膝掴んで右手横。吐く呼吸で両膝左床の方にコトーンと下ろしてあげます。で、この右手の方向いて、目を閉じます。呼吸を右腰に送ってあげましょう。では頭正面に戻したら、次の吸う呼吸、両膝胸の中心戻して、反対、右手で両膝掴んで、左手横に下ろします。吐く呼吸でゆっくり両膝を右床の方に下ろしていきます。で、顔は左手の方向いて、ここから力抜いてあげてください。肘軽く曲げて、鼻から吸って、大きく吐く。ツイストかかってます。特に腰ね、一旦送ってあげましょう。では頭、空向きに戻したら、吸う呼吸で両膝真ん中に。そして、両手ほどいて、最後、シャバーサナで少し長めにお休みしていきます。足はマット幅、手のひら空向きで肩の力抜きましょう。目も柔らかく閉じて、一度鼻から大きく吸って、口から吐きます。ダイナミックなポーズの練習を行っていきました。このシャバーサナでは少し吐く呼吸を長めにしてあげて、ここまでで頑張ってきた疲れとか力み、吐く呼吸とともに手放しましょう。
して吸う呼吸とともに、新鮮で綺麗なエネルギーが体の中に広がります。では手の指、足の指、少しずつ動かし始めます。両足閉じて、両手頭の上で組みましょう。吸って、伸びて伸びて。はい、デリラー。両膝立てたら横にコトンと倒れて、腕で床を押しながら、ゆっくり起き上がってきてください。はい、いかがでしたか。もう今私すっごい汗だくになっちゃったんですけれども、本当にね短い時間だったんですけれども、パワフルなポーズいっぱい入ってきました、すごくね難しい練習もあったかもしれませんが、たまにはねパワフルな練習するのもすごく元気が出ていいんじゃないかなと思います。またね調子いい時にぜひ練習してみてください。じゃあ今日の動画はここまでにします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。